マスオ TV。 はい、マスオ TV です。皆さん2020年明けましておめでとうございます。今年もマスオ TV マスオゲームズどうぞよろしくお願いいたします。皆さん新年いかがお過ごしでしょうか。2020年になっちゃいましたね。あっという間なんですけど、僕の方はですね、新年ね、1月1日にですね、実家新潟県に帰ってきました。で今ね、おばあちゃん家に実は来てまして、弟が動画撮ってますね。弟、はい、僕のね実家ね雪国なんですよ。で雪こんな感じで積もってます。本来だったらもう何メートル、3、4メートルね積もるところなんですけど、今年はですねあんまり雪ないんですよ。だからこんな感じなんですけど、はい、こちら見てください。おばあちゃん家の畑なんですけど、今からねこのね雪の上に何か絵を描きたいと思いますんで、はい、是非ねそれね何を描いてるかってのをね皆さんに当てていただきたいと思います。じゃあ行くぜ弟、頑張れ。はい、よーし行くぞ。っていうかやばい、ここ坂道、おおやばい、こっから始まってる。じゃあこっから行くね。ピョンって飛び越えたところから A スタート行くわ。行きます、よーいスタート。よし、こっからスタートしちゃダメだ。もう一回真ん中行くわ。せーの、よいしょ、オッケー、せーの、よいしょ、こっからにするわ。行くよ、よーいスタート。てっ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 て、弟分かったら行ってもいいよ。え、何それ。はいはい、わかる？わかった。え？わかった。わかった？俺わかったよ。ちょっと待って。俺はもうわかった。皆さんわかりました？まだわかってない方のためにこっから書き続けますね。弟合ってる？合ってる。これ動画でわかるかな。明るくすれば見えわかるかも。じゃあ明るくしてみて。皆さんこれ何書いたか分かりましたでしょうか。正解はですね、雪の上に書いたのは僕ドラえもん、ドラえもんでした。合ってた？合った。どこで分かった？鈴。あ、よく分かったね。これ鈴って、もうすぐ分かった。それで、すごい弟、すごい。皆さん分かりましたでしょうか。マスオですね、とりあえず年末年始、あ、じゃね、年始はですね実家で家族とゆっくり過ごして、おばあちゃんにも顔を出してのんびりしたいと思います。ぜひ皆さんもいい時間を過ごしてください。ということで最後にじゃあ雪ダイブ、じゃあ弟、俺を押してくれ。はい、頑張れ頑張れ、コロって、楽しいぞ弟、これ楽しいぞ。バカ野郎、やめろ弟、マジやめろ本当に。あれということで今年も皆さんよろしくお願いいたします。以上マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。